こんばんは。こんばんは、皆さん。いやー、神がから待ってる。踊ったからね。こんばんは。ピン落ちちゃった。あ、前髪落ちた。前髪はですね、もうなんかね、さっきね、疲れて寝ちゃって、ちょっとだけちょっとって仮眠しちゃって、もうね、髪が崩れたからね、これです。もうしかも今日湿気多くて、そう、それな、今日上から羽織っとったんやけど、今ちょっと脱いじゃってた。何歌ってんの？春が来るまでだよ。夏ですね、夏ですね、まだだけど。鼻歌ってとこで、でもあんまりね、鼻歌ご機嫌で、いつもご機嫌だよ、歌ってない時も。自然にもう最近歌うことが好きすぎて歌ってるかな。夏は気が早いね、まだだね。今日はもう髪がもう濡れちゃったし、あの雨でね、だから今日は猫だし、でもリップすら今日塗ってないんですよね、もかちゃん。もかさんは眉毛しか描いていない。眉毛もう朝描いたから薄れまくってるんだけど、めっちゃ朝レッスンの前に眉毛だけチョンって言ったんだけど、めっちゃ適当にやっちゃったから、お、シーズン2見てくれた？あの QR コード。私もあれが使われることが知らなくて、あのリップシーンは撮ってる時はなんかあのあれで出てくるじゃないですか、なんだっけ、なんだ、あ、そう、 MV の一部、自分の歌割りのところの一部に使われると思って撮ってるから、あの本当にあそこ全部が使われるなんて知らなくて。しかもサビのところとか自分の歌割りもやったんですけど、サビのところはもうほぼ映んないだろうなって思ってたんですよ、もうか。映んないというか、あのそう撮ってるけど使われないだろうなって思っとって、まあでも撮影自体好きだから感情がすごいこもってたんですけど、まさかあそこで使われるとはって思った。でも真剣ですよ、どれでも真剣なんですけど、使われるとは思ってなかったです、本当に。だから、いやでもその使われるとか使われないとか関係なしに普通に撮っとったら感動してきたから、なんか私多分最初あんまり目薬がポロポロ出てくるの苦手なんですよね。そう、すごい苦手で。そう、目にたまる感じがあんま好きじゃなくて、いつも目薬を使ったとしてもちょびっとしか入れないんですよ。だから、あ、やばい、全然入れてなかったから垂れないなって思ったけど、自分の感情とともに
あれはほぼ自分の涙ですね。撮られてるのし、あ、いや撮ってるのはね、もうめっちゃ撮ってるよ、目の前でカメラがあってね。でもその使われないかなって思っとっただけで、そうバリバリ前、目の前はカメラですよドアップですから今までに結構ないぐらいぐらいのドアップだよね。パトナーよりリップチの方が本当？私は結構シーズン1なんで使われないと思った？なんで？いやサビはなんだろうな、サビのところとかは踊ってる方が使われるって思ってたから。あとその自分はまだまだだから、そのセンターのね千穂さんとかが主に映るんかなと思って、そうまさか全部使われ、あの QR コードの方でね、方で使われてるとはね知らなかったんよ。あの朗読の方はねそこで使われるっていうのを知ってたから、そういつも使われなくても全部撮るから、そう撮る。でもいいね、みんなの分が見れるのってやっぱいいよね、普段は見られないから。うん、 MV とリップシもっと見たいなと思ったから。いいよね他にもさ、本当にね分かんなくて、なんかね次もどこが使われるのかもう全く知らんのよね私。パートだからシーズン1とか2とかあるのも知らんくて、その撮ってる時はね、撮ってる時は知らんくて、なんかそうそのシーズン1とか1回分しかないのかなって勝手に思ってたから、そう分かんないし、昨日のリップシーンのやつも前日っていうか、みんなのね、みんなに公開される2時間前ぐらいに私も見たので実質言って変わりませんみんなとあこれなんだみたいな感じで知りました。シーズンいくつまでね、どうなんだろう。てか QR コードのやつって仕組み変えれるんだね。私はさ、なんかあれ撮影してるときは手に、そう QR コード読み取ってもね自分のねプロフィール欄に飛ばされちゃうだけだからそうやってなんか変えれるんだっていうね、すごいねコンピューターってコンピューターわかんないけど、そういうのすごいね。なんか QR コードってもうそれならそれっていうものなのかと勝手に思ってたんだけど、そんなシーズンで変えれるんだみたいな全く仕組みを知らないのでね、もう一回なんか QR コードとかのいつもたくさん撮って、そうだね、そういうなんか今回は結構ドラマバージョンがあったりダンスバージョンがあったり、転送 URL、 ほうほう、アドレスからつながる先を変えれば、あそうなの、少々なの、リンク先の内容は変えられ、あ日本企業の発明、すごっ、便利だよね本当に、しておい、日本ってすごいね、日本ってすごい、技術ってすごいね、なんか同じ人間が開発したとは思えないぐらいすごいことをいろいろ開発してってくれてるけど、自分はなんかもう一個もわからんもん囲碁をヒント、すごい、確かに似てる、ちょっと自動車部品の囲碁、そうなんだ、
ももちんがさ、ももは何も何も発明してないよ、何も分からんもん。何発明しようかな。本当に同じなんだよね、すごいよね。半導体もね、すごいよね。あんまり詳しくないけどうちらは誰かが発明してくれたものを楽しんで使えば。そうだねそうだね、発明してくれた人に感謝しながら。多少汚れても読み取れるように開発。キャラクター開発、キャラクター開発か。生きてるだけですよそらみんなも生きてるだけですごいよ、本当に偉いよ。しんどいよね、しんどいことも多いよね。でもしんどいことも多いけど生きてるみんなは偉いです。嫌なお仕事とかも頑張ってね、学生も学校に行ったりといろいろ。私は最近ね、なんか楽しんだもん勝ちだから、もう楽しんでやろうっていろいろなことを思う。なんかね、そんな嫌なことも多いけどね、あーもうやだやだってなって、そう嫌なことも多くて、自然に嫌だって思ってなくてもいつの間にか私すごいお肌に出るんですね、その時のなんか自分の心の心がね、肌にすごい出るんですよ。私はなんかすっごい乾燥し始めたら、あー今自分なんかちょっとしんどいんだってよく思うんですけど、すごい乾燥するんですよ。まあ花粉とかもねあるだろうけど、でもそう楽しくね生きるしかないなーって思いながら生きてます。そのすっごい乾燥するんだよね、なんかもうね、私そのお仕事、東京でのお仕事は好きなのね、みんなに会える機会もあるし、やっぱりなんだろうな、フェスとかそういうのも多いからすっごい楽しいんだけど、ホテルに泊まるのだけはめっちゃ嫌いなんよ、はい、もうめっちゃ嫌いなの、もう本当にそんなんじゃ生きていけないよってよく言われるんですけど、本当に嫌いでホテルがそう、もう一人で泊まるにしろ嫌で、そう、それがすごい出るんですよ肌にそう、幽霊出るとかでは分かんない、何が嫌とか分かんないんですよ、ただただ嫌で仕方ないだけで、落ち着かないのかな、なんだろうな、何が嫌なんだろうね。いや寂しい、分かんないんだよねほんまに。あそれはでもすごい腰が痛いので、昔からなんかすごい反り腰なので腰がめっちゃ痛くて、でそう乾燥もねホテル自体がめっちゃしてるっていうのもあるし、そうなんか次の日めっちゃ体全身痛くなるのを何日間も続けるとストレスになっていくんだろうなとは思う。そう家族や友達とでもいいや、あでもそんななんか家族、確かにそれだと落ち着くかな、でもそうね、でもメンバーと一緒になんか夜ご飯に行ったりとか、その本当にメンバーと一緒に温泉とかもねホテルに着いてたら行く時もあるんですよ。
そうレオマの時とかもそうなんですけど、そういうのはそうめっちゃね楽しいよ本当に。と修学旅行みたいで。桃が好き、桃が好き。旅行から帰ると自宅が一番だなと思う。まあでも、うん、多分私たちはホテルに泊まることが多すぎるから私もそう感じるだけで、全然なんかちょっと旅行に行くとかそんなちょっとのねあのぐらいだったら全然何も思ってなかったから、そういっぱい泊まってたらっていうあれだと思うよ。そうそう、桃が好き、桃が好き。そういえばね昨日ね東京ねあのね往復してきたんよ。お、うん、往復合ってる、うん、東京朝行って夜帰ってきたんよ。すごいやろ、東京日帰りで行ったんだよ。そう多分でも明日もそうじゃんか、その明日もフェス、ニグフェスやけん、だから多分もう本当は今日泊まるんかなって思ったんよ自分。でもあのメンバーと今日合わせなきゃいけないからかな、わかんないんだけど、その明日のニグフェスのレッスンを今日したんだけど、そう明日もね東京行くんだけどね、多分みんなと合わせがあるから帰ってきたんかな。でも私はホテルが嫌だから大歓迎で帰ってきました昨日。そう移動はねあんまり嫌いじゃないんですよ。でも最近混んでるからねちょっと大変だけど、なんかねちょっと大変だけど、そう明日からは関東みんなと会えるから楽しみ、本当に楽しみだし、直接もあるし STU 祭もやし、ほんと明日もフェス、めっちゃフェス久しぶりなんよ。だからほんまに全部楽しみで、だからホテル暮らし頑張る。頑張る。そうってます、はい。つか2泊予定、大人っぽくした、うん、前髪がね崩れちゃったからね分けてるだけ、こまごま頑張って、うん、中身ちゃんがっていうかちょっと言わないで言わないでみんな、もう信じたくないから今が本当に信じたくないの、もう今もう受け止めなきゃいけないんだけど、今信じたくないモード入ってるから、もうかちゃん、そうね、部屋に濡らしたタオルとかをかけとくと乾燥予防にもなるよね。お風呂開けとくとか、水ためて、うん、26日はすっごい楽しみだけど、すごい寂しいな。卒業しないでって言った。でもなんかね本当にね言いたいんですけど、なんかねでもそれって私のわがままというか、もうもちろん応援したい気持ち山々なので、頑張って心の中に閉じ込めようとさせています。その気持ちはちゃんと応援した気持ちでね見送りたいので、りんこちゃんもだけどもちろん、そうだから言えないね、卒業しないでって言いそうになったけどね、この間の卒業公演でみおりにも言ったし、言いそうになったって言ったけど、あのアフタートークで
言うだけ言ってって。でもなんかね、でも困るかなと思って。そう。頑張ろう頑張ろう。そう、好きだからこそ困らせたくなくて、頑張って閉じ込めようと思います。二人いっぺんじゃないのが、うん、そうだね、悲しいけどね。本当にあっという間だからね。だって本当にりんこちゃんもあと1ヶ月ちょっとかなぐらいの期間あるけど、多分もうすぐ来るんだろうなって。メホリンも出場の発表してからすぐね、もう26日がそう来ちゃうんだろうなって。出場しないでって言っちゃうの、それは嬉しいよ。それはじゃあ曲で食べてもこうやってももが好き。すぐ来たよね。早いよね、早すぎて。最近なんかもうアイドルになって3年どれぐらい経った、もう3年ちょっと、早みたいなどんだけ早いみたいな。もうちょっとで3年半ぐらいになるんじゃない、わかんないけど、どうだろう。いや3年半はまだ早いかも、3年ちょっとかな。早いよね。私この間入ったんだけどなみたいな。私3年経ってもね、なんかね3年経ってもベテラン感出ないんだよな、私っていつまでもなんか入りたて感半端ないんだよね、自分って。なんかそのこないだ警察の特殊詐欺のストップ、特殊詐欺ダメっていう動画に参加させてもらった時に、本当なんだろう時に、そう挨拶してたら「初々しいね」って言われたから、あずっと私は、そう確かに3年はベテランじゃないけど、全然なんて言ったらいいんだろう、もうずっと入りたて感半端ない人のかなって思いました。だからその多分いつまで経っても入りたて感がある気もする。分かんない、5年ぐらい経ったらもうちょっと出てくるのかもしれないけど、まあね、ちょっと警察さん方がたくさんいたから緊張したっていうのもあったんですけどそれフレッシュか、そうですね、いつまでもフレッシュっていうのを目標に頑張ってます今は。多分私は3期生にまりれれるよ多分まりれてもおかしくないと思う、本当にまりれとこうかな、お披露目で応援してくれる、みんな私のこと、お披露目で公開された私のこと、3期生で。研究生つく、そうやな、髪型とかできなくなっちゃうの、やだなそれは私6周年でさ、マリレトルクからよろしくね。でもな、多分ね、その年齢的にも多分そんな変わんないよね、多分。私まだ知らないんですよ、誰が3期生かとかでもなんか高校生とかもいたから、とか同い年ぐらいの人もいたから、
多分私もう多分マリ出れるんじゃないかなって思ったんですよそう、同い年ぐらいの子いそうだよね。なんか多分いた気がするけど、多分でも本当にまだどの子が入ってくるか本当に知らなくて、規制のおもちゃに怒られちゃう。そうだね、怒られちゃうね。あ、さこちゃんもマリ出れるな合格はしてるけどみんな契約するか、いやもう誰が合格してるかも何も知らないですよ本当に。ほぼ本当にみんなと同じタイミングか、6周年に出るんだったらその子たちはもしかしたらちょっと前に練習とかで対面できるのかなと思ってるんですけど、そうでも本当に知らないだからそうレッスン、その子たちのレッスンが始まってるかはもう知らないですね。そうなんですよ、私はまだ本当今適当なこと言ってても多分全然間違ってると思うよそう、曲披露、いやどうなんだろうね、それも知らないんですよね。まだそう60年まだ分かんないんだよね、もうかも全然合格した人何分かんない分かんないもうかもね、今みんなと同じねあれなの、情報しか知らないの。あ、挨拶だけなんかね。そうね、2期の時はねその場ではい合格っていう感じだったので、なんか変な感じですね。逆に私たちのオーディションの方が珍しいのかもしれないけど、どっちかっていうと。規制かかってこいやみたいな感じでバチバチかね。いや怖いよみんなおりゃーって来たら怖いよ、うん、さっき生めっちゃ怖かった、どうして、めっちゃ怖いとかあるのかな、それは怖いな、私弱いからな、うん、弱いですね私は基本。まあ3期生にまりれておくんで、ちょっとおしめにしてくださいね、もものこと。一星ももかちゃん3期生のことよろしくお願いしますね、2期生のももちゃんも好きだし、3期生のももちゃんも理性ももかちゃんも好きでってほしい3期生ももちゃんのそう3期生のももちゃんならいいよ、ももその理性ももかちゃんならいいよ。何でも聞いてね、何でも聞いてねとは言いたいところなんですけど、何でも聞いていただいたときに返せるかが不安だ。うわあ。ももちゃんに教えてる。じゃあキスにアリちゃん怖いよ、びっくりするわ思ったら。これは2期のももちゃんの押し続け、3期のももちゃんに行くか、もうこぐみたももか先輩よろしく。じゃあみんな今から後輩みたいにしてよ、一回その設定として、私がうまく答えれるかなんかちゃんといや無理かも こんばんは。ご飯おごってください。お、ご飯おごって第一声ご飯おごってくださいか
任せな。怒ってくれそうにねえな、この言い方だと。全然、でも私もちょっとかっちょいいことしてみたいなとは思うんですよね。お給料いくらでそんな失礼な後輩を育てた思いはありません。お金のことは聞いちゃいけません。ほら、カウンターの頑張るよ。かっちょよくなれるようにね。選抜変わってく、怖いは変わってくださいって、ももが決めるあれじゃないの。もかちゃんも気抜いちゃダメだよ、頑張るよ。僕すぐ後輩にカッコつけていいね。私カッコつけれたことないからね、まだ人見知りすぎて。どうやったらダンスうまくなる、ダンスかなんか、あの思い詰めずに、あの楽しくふざけながら家で覚えることですかね。あのふざけっていうのはそういう変な意味じゃなくてですね、なんかちょっとお話物語とか作って頭の中で想像しながら遊び感覚で振りを覚えるとすぐ覚えれます。多分自分いけるじゃん、ウェーイって言いながら踊ったらガチで覚えれます。あ、もう自分無理だ無理だ無理だって思ってたら本当に覚えられません。中学生の宿題か、うわ本当に自信ないな。焼きそばパン買って買いません。一緒に買いに行くならいいですよ。キャッチフレーズ、キャッチフレーズか、ももかの変だからな。ももかさん変だからな、キャッチフレーズ。自分元英語も本当ですよ。ハローエブリバン。I'm very very smart。スマートって合ってるの？土佐弁教えて、あ、土佐弁教えてください。土佐弁、あれスマートって賢いじゃなかったっけ。なんだっけ。あれスマート違うじゃん、あれ合ってるよね。よかったよかった。もの収穫はみんなが、みんなが桃振り込むことです。嘘前も好きですか、よかったです。いやみんなにだったら言えるのにさ、なんか普通に無理なんだろうな、人見知りすぎて。みんなとは信頼関係を築けているからこう話せるからけど、ウィッキー先輩と仲良くなるにはどう、いや私が仲良くしたいので私が話します。ラフパエトリー、ラフパエトリー、ご飯行ってくる、ご飯、ご飯ね、何行きますか。あ、キチルズね、副部長どんな仕事、ですね、どうコンプライアンスを守れるか常考えております。ファンの釣り方わかんないです、私もうまくないのでわかんない。こうやって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 シュッて投げてシュッてダーッて終わりです。
分からん物理でリアルな魚釣りだねこれほんま普通の普通の魚やん。急ぐ餌短く釣って私は釣ってないって釣り師じゃないよもんか。昨年の手筆連れてこくありがたいよへへ。この上簡単に釣れる？釣られてますか？釣りとかなくてハマらせたのにありがとう。話し会が暇で悩む3期生も、いや難しいよね。私は3年経っても悩んでますよ初期とは初期から経ちましたが、だいぶでもみんなのおかげでだんだんね話す時間も増えてってるから本当にありがとう。お話し会も受付中です。待ってるよ。サイン会とかもね結構頑張ってこだわってるので4月15のサイン会とかもおすすめです。暇じゃない、いやいや全然ですよ。ももかも今だってもちろんもちろんこうあ来てくれないかなって思いながらポツンと待ってることもあります。もちろんしかも今回日程が増えちゃってるからやっぱその悩みはあるよね。直接も待ってます。5月も待ってます。直接もしでもしかしたらあれなのかな、マスク取れるのかな、お話し会今度直接とかレン取りね。どうなんだろう。でも回数が増えてったらどうなるんかなっていう不安は大きいね。私5月もちゃんと列があるかなって不安ではある。もちろん今度のお話し会の3月のやつもやっぱ不安だよ。もちろんでもね、直接会いたいとか話したいとかオンラインでも思ってもらえるように思ってもらえるように頑張ってる。最近はメイクもまたこだわってるんですよ。なんかね、まあ、今日はしてないんですけど、マスクね外せるようになったじゃないですか。なるべく全部の人ってありがとう。後悔しちゃうと今ねももかね犬とかのうさりちゃんとか妖精さんとか全部考えてるんですけど、お洋服もう絶対喜んでもらえると思うから頑張ってるからぜひ来てほしいね。ふふふ。妖精さんとかもツーショットとかはないから、ふふ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 。犬のメイクじゃない顔は普通のメイク。来ないと
ないと損しちゃうよとまでは言えないけど、自信ないから言えないけど、きっと来た方がいいはず自信ないですけど自信ないですが、一日店長の時体感5割もしてキラキラだった、すぐこだわって、ほんまに嬉しい。しかももうちょっとで次のオンラインはあれだね、なんだっけ、そうスーツだ、やばい学生じゃなくなるついにもうちょっとで、うわー学生じゃなくなるんだって、ももちゃん。まあ一応その大学生の年っていう一応ね、そうそれはあるんですけど、学割ね、今めっちゃ頑張って学割使ってる、本当に映画とか行ったりさよなら、ほんまに 学割さよならないよ、なんずるい本当に、なんでなんで大学行ってたら学割が使えるのに行ってなかったら使えないのっていう、あの謎の反謎のこと、日曜ぐらいに10時以降も配信できる、秘密中まだ秘密中、学生じゃないからとか言うなし、言うなし、本当にみんな絶対4月のさお話し会でいじってくれろ、絶対もうすでに結構いじられてるんですよ私、なんか学生終わったねって言われる、だからまだ終わってないって必死に言ってるんですけど、そう言ってたんですけど、もう4月から反論する言葉がない今の配信時間、配信時間でも仕事がその10時とかめっちゃない限りはだいたいこの時間だと思います、もう慣れてるし3年この時間で、でも仕事とかがいっぱいある日とかは遅くなるかもしれないです。そうです、だいたいこの、まだ明日ね、まだ予定表が来てなくてね、夜配信できるかわかんないんだよね、どうなんだろう、予定ちょっと今日遅いんだよね来るの、私明日本番何時だっけ何時か知らないややばいやばい、ちゃんと予定を見ない子なんです、ごめんなさい、まだ予定表来てないんですちゃんと見ときなさいってよね、6時台、ありがとう、じゃあまだできるかな、止まるし絶対次の日もあるから、そうだ加入出勤8時までよね、めっちゃ大変だった仕事、絶対8時まである日ばっかだから、18時か、ありがとう朝もまあどうだろう、めっちゃ早いってわけじゃなかったかも、もう始発とかではない
そうそう、やけん大丈夫よ。最近結構ね、最近結構あれだね、早く起きて移動することが多いね。22時からどうかな、その日によるかも。結構ね、でも仕事いっぱいある日多いからまだわかんないな。多分しかも6周年のね練習が多くなってきたら、多分ね結構詰め詰めで練習しないと桃的に間に合わないと思うんですね。勝手にまだあんま分かってないんですけど、多分結構なんだろう、こうガーって練習しないと、3公演、そう3公演分をね、今まだやってない、練習始まってないってことは結構頑張らなきゃいけないので、多分遅くまでレッスンがある日とかあるのかなって思ってるから、そういう時とかちょっと遅くなっちゃう場合もあるかもしれません。そういう時は短めですね。ありがとう。自分もあの体に、なんだっけ、体に負担がかかりすぎないぐらいにあの考えながらね配信すると思うので、そっち優先でいいよ。いやいや全然、みんなと話せる時間の時は私もね頑張るので。そう、結構でも本当に詰め詰めやけん、夜とかだいぶ練習せんとやばいかも。その練習プラス、そう練習というかレッスンプラス、そう練習、その自主練もめっちゃ銭湯結構やばい気が勝手にしてるんですよね。でもすっごい楽しみなんだよね、コンサートとかリコアとかめっちゃ楽しみだから頑張ろうって思ってる。気分転換に、うん、みんなありがとう、支えてくれて。ちゃんと寝る大丈夫だよ。実質深夜で働いてるの、すごい。いやいやいや、そんなことはない。好きなことを仕事にできることはすごいことだから、全然大丈夫です。私はすごいっていうか幸せなことだから。4月確かにいいよね、始まりっていう感じでこうね、いいよね。なんか昼より違う内容だから、そうだね、それもあるから結構頭がこんがらがらないようにしなきゃいけないね。だからそう、大人やな。いやでもね、わかんないよ、まだやっぱ実際にそういうジムのお仕事とかそういうお仕事はしたことないからわかんないけど、そのパパとかにも、その自分のやりたいことをやれるのは幸せなんだよって教えてもらってから、確かになって思ってる。だからそう、まだ経験したことないからわかんないけど、そういうなんて言ったらいいんだろう、お仕事、バイトもしたことないから、アイドルしかしたことないから、メンバーもステージ上、どうなんやろ、ステージ上でずっとこうわちゃわちゃできるんかね、どうやろそれは。なんかでもお祭りって感じするから、それもしたいけどな自分は。リクエストアワーの人こそないなんかさ、今はさ、今はさ、みんながさこう辛いことあったって私が言ったら慰めてくれたり、なんか気にしないでいいよとか言ってくれるけど、なんか
その将来お仕事始めたらそんな言葉を言ってくれる人はいないから、そう今すごい幸せなんだよなって思います。なんか将来もう私めっちゃ怒られてる気がするんだよね、仕事できなくて。めっちゃ将来の話だけど、なんかそうミスして、もうもちろん今の仕事でもミスしちゃいけないことも多いから、生放送とかもだし、そのコンサートとかでもちゃんとそれは頑張らないいけないんだけど、なんかそれをもし、ま、その一生懸命やって間違えてしまった時にさ、あれだよね。そう、私絶対仕事できないタイプなんですよ。分からんけど、今の経験が生かされてるかもしれないけど、卒業してもショールームしてくれないくさ。ありがとうございます。レポーターね、考えたことあるんですけど、私本当にあれが苦手なんです、食レポがとっても苦手なんですよね。そうだね、優しいばかりの世界でもないよね、もちろん。卒業しちゃうみたいな、全然しないですよ、全然。優しい世界も優しい。芸能界には残るつもり、でも全然まだ決めてないですね。私だって基本アイドルになりたくてなったから、なんか女優さんやりたいとか、その先のことは全然考えてないね。もしかしたら将来はお仕事しながら怒られてるかもしれないし。まあ芸能やりたいって思ったらやるし、だから本当に未来の話ですけど、その卒業した時もなんか芸能界しないとも言わないと思うし、芸能界するとも言わないと思います、多分。なんかその時のまあ未来の話なんで、自分がどう思ってるか分かんないしさ、もーちゃんお仕事行こう、怒られる。いやもう結構なんかボケーっとしてるとこがあるからさ、なんかそうそうそう、マネージャーマネージャー働くリスムか、やりたい、リスセンジもね。いいですね、怒られるのが、いやなんか私の中でお仕事イコールなんかミスしちゃったらすごい怒られるっていう勝手ななんか勝手ななんかやったことないから分からんすぎて、司法書、いやもう司法書士は無理だから、お姉ちゃんに司法書士になってもらって頑張ってそこで働くのが夢です。怒られない。そしたら怒られないぞ。が私お姉ちゃんが司法書士、もし今勉強頑張ってるんですけど、お姉ちゃんやったら私は行政書士頑張る。立選姉妹で。どっちもそれな、その時は私も頑張るよ、むずいから、もしそうなったらね。10歳のくぼずんさんありがとう、12のエイトさんありがとう、11のケシティンさんありがとう、連泊耐えるんだファイト、うん応援間違え。ありがとう、みんなと会えるから頑張る、10位のとたかきさん
ありがとう。キリのアザースさんありがとう。8位のノリさんアットマーク。キリマイパスタさんありがとう。7位のタカヒロタカさんありがとう。6位のゼータさんありがとう。明日から東京頑張れ。もう帰り楽しみ。めっちゃ楽しみにしてる。ありがとう。5位のヒデくんさんありがとう。4位のモモカ仕返せない。って感じは今日のモモカがスカイで一番好き。お、嬉しい。前髪分けも好みですか。ありがとう。3位のタさんありがとう。リップシーンの涙は目薬。そのね、目薬もして半々ってぐらいかな。そう、目薬ももちろん入っとる。待って、母ちゃん。1位の福ちゃんありがとう。明日はアリーナ席ではもう被らないけど、全然大丈夫。ありがとう。今ってない人いるかな。あ、3位のマッペマッピさん、賛否が入っても2期のおもちゃが1番。ありがとう。ずっと1番でいてね。どう読めたかな。11位の高木さん、ありがとう。2回読んどったらごめんね。そう、ハイブリッドなんですよ。配信見えてるかな。ありがとう、来てくれて。